よし。いやーマジで最近のスケジュールの厳しさったらないな。もう今11時半だよ。全部が終わったらこのぐらいの時間に撮らないといけない。えらいことだよ。えらい。俺はえらい。この中で寝んの？なんで？すぐ近くに街があるじゃん。まあいっか。なんかまあ確かにな、泉質とかこんな綺麗なのがあるんだからここに寝たいという気持ちもあるだろうし。何こんな心配してもらってんだこのじいさん。もういつ死んでもいいな。ガラフ頭が悪いんじゃん。そら知ってる。終わったら行って。カエルを飼いたいな。終わったら泣いてくれるカエルが欲しい。下校。イベントが終わると泣いてくれる。チームを組んでやるわ。実況のナビが欲しいよね。F1 のピットインみたいなやつね。やはり一流実況者にはナビがいなきゃだよな。俺は常々思って。食事管理からあと電気代とかも勝手にやってくれる人。わしはこの世界の人間ではない。結構スッと驚いたね。何言ってんだこいつみたいな感じだろ。そんな言われたら最初なぜそれをスッと受け入れたんだろう。この3人、30年前にわしはこの世界に赴任した邪悪を蘇らせないため。30年ってじゃあお前いくつ。30年ってことは30年前30歳だとしたら今60歳か。そうじゃ、暗黒魔導士 X です。4つのクリスタルの力が集まっている。本当にあったのかこんなこと。お前の作り話の可能性が。わしは一度隕石に乗ってこの世界に来たことがあったんじゃ。4つのクリスタルが砕け散ればエクセスの封印が解ける。そうじゃ。うん。まだはっきりと思い出せん。うん。エクセスを復活させてはな、ラン。また。お。ガラフ。ああ。うん。だな。さあ、次はどこに行こうかな。ね。ここにも行けない。はよく寝た。へへ、おじいちゃんの真似。いつ死んでもいいな。しろよ。風がなくても動く船じゃ。
この船を使って土のクリスタルを探し出す。危ない危ない。船員をくれよ、貸してくれよ、3、4人ぐらい詳しいものを。船 BGM なし。世界を一周するかも。もう騒ぎ、もうこんなのにもう船にめっちゃ乗られてるじゃん、こんな汚いやつらに。出ていけ。うわ、しかもめっちゃ強いぞ、これ。サーギンごとき。なんで強いサーギンだ、こいつら。いいサーギン。なんで強いんだ。ブルブル、ブルブル、ブル。あれ？お前が無知装備してたらダメじゃん。ガラフが無知装備してたらダメじゃん。ダメじゃん。じゃあこいつ無視してもいいわけ。愛になってからな。めっちゃ硬いじゃんこのサーギン。こんなに殴らないと倒せないなんて。経験値もぼちぼちだしさ。じゃあ体型変えるか。レナ前衛で。こんなばっかり前衛だな。またサハギンかよ。230なんで？アシュラ超えてんじゃん、マインゴーシが。リボンか？リボンパワーか？リボンで全ステータスが上がったことによってマインゴーシのパワーまで上がってしまった。やばすぎ、マインゴーシだね、リボン。真面目にやばいよな。真面目に考えてる、これやばい。アシュラ超えてんだよ。アシュラだぞ、こっちは。マインゴーシは全てを超える。カシュリボン強えわ。最強だって36じゃんな。42だよ。なんでや。そりゃなんかダガーも変に強くなった時あったよな。その類かもしれん。バルログじゃん。スパ 2X で最強を誇ったバルログ。すげえ。ボン。あ、戦おうと思ったね。さあ、興奮してきたぞ俺は。ここはジャコールの町。遥か昔。伸びしろがない、あのじいさん。伸びしろのないじいさんにいくら付き合っても無駄な話だ。ばあさん、三日月島ではダメだ。伸びしろがねえ、こいつらは。話す価値がない。さあ横に並んで。あ、並んだっちゅうね。
洞窟の宝箱がほとんど開けられているよ。中を調べる価値はないと思うけど、もしかしたら古代人の仕掛け。お前ステージ見に来たんじゃねえのか。何思い馳せてんだ洞窟に。お前こんな洞窟に思いを馳せてるやつまでも。テレビの前のあなたも一緒に。一応肩だけ飛んでる。肩でもう一回。何も得られなかった。得たものは何もない。お、ここ、あ、繋がってんだ。いいっすね。なんかアイテムが落ちてねえよな、壺とかの中に。そこがドラゴンの住む世界のクエストと違うとこだな。サンゴの剣、オーガキラー、ネイジマッシュは。ちょっとこれ強さ出ないじゃん。何考えてんだよ。強さが出ないじゃん。銀の弓矢、アシラ5800。ひそんな強いものだったの。アシラ強いと思ってたが、トライデント、ネイジマッシャー、いやもう欲しいわ。こんなの欲しいに決まってるだろ。でもちょっと待ってくれ、金が劇的にないんだ俺。1個しか買えねえんだ。グリーンベア、すごい。武器買うわ俺。ジジイの武器がめっちゃ強いけどさ。どうすか、トライデン、どうだい。サンゴの剣もいいが、トライデンと挑戦してみよう。ジジイトライデントに挑戦す。もう弱い68にして初トライデントだよ。何事も人生はチャレンジが重要だからな。年齢は関係ない、チャレンジが重要なんだ。いらん。弱い68にしてついにトライデントに。なんもねえのかよ。まあでも武器は素晴らしいな。いい武器屋だったよ。まあ40点だな、この町。ドル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 。こんな効果もあるのかよ。んだこいつは。しかもこいつのターンじゃなかったぞ多分。殴られたからバイオ使ってきたんだよ。じゃあ何か運が悪かったら2回殴ったら2回バイオで返してきて俺は死ぬってわけかい。なんだそれ。二度とかからないやつって。トゥル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 パン一個もねえんだけど。おっか、じゃあこれか。あ、なに全部消えた今。残ったやつを当てろってか。ドゥ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 。パン、ドゥ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 。ドゥ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 ド
ドゥルドゥルドゥルドゥ。どっちだ。こいつしか出ねえな、ついたしか。これではトライデントの試し切りにもならんわ。試し好きにもならん。あ、しまった、間違えた。順路じゃねえな、こっち。電撃ムチ。トライデント何のため買ったんだ。じゃあ俺はトライデント、あ、でもアシュラ買えるか。アシュラもちょっと時代遅れになって、え、変わんないじゃん電撃ムチアシュラと。まあいや、電撃ムチしよう。せっかく手に入れたんだ。まあアシュラも結構長く使ってるからね。おお、お前らなんかじゃ電撃ムチの試し切りにもならん。何言ってんの、何今の。チチチチーン。あの、もう決まった。俺は散々悩んだけど本当になるんだ。魔術使いとあれを散々悩んだけど今の見て決めた。魔術使いにする。あーあーあああ、決まってしまった。そしてお前は電撃ムチだ。当然もうね、この電撃ムチを見たらもうどうにもできんかった。自分は抑えられなかった。電撃ムチはそれほどの魅力を持ってた。俺はもう電撃ムチと心中する構えよ。すまん。風水師、すまん。これ見て、まず電撃ムチ。君は我慢できるか、この電撃ムチを見て。俺は我慢できなかった。前だ。わしはフェニックスの扱うの絶対に。もったいないからね。おい、そんな。一人一人やられていってる。絶対フェニックスの扱うんだ。なぜならここでテントを使えば、フェニックスの2個分だから。絶対に使わん。このテントを使えば生き返るんだ。それで心配すんな。おい、この野郎。買っててよかった。おい、出すぎやろ。インカウントファンタジーかよ。おい、ふざけんな、マジで。敵出すぎなんだよ、このクソで。いけるんかい。負けた。フェニックスの2個も使わしやがって。マジ腹けた。くそ、先に植えときゃよかったんだよ。やっちまったぜ。せっかくフェニックスの2000ゴールドだからな、あれ。めちゃくちゃ高いんだよ、フェニックスの、本当に。どんだけ俺が苦労してると思ってんだよ、フェニックスの買うために。冗談じゃねえ、本当に。いや、もう、はい。あれ、これ何？くだらん、くだらん洞窟だった。まあでも電撃ムチ手に入っただけでよかった。それほど俺は、ね、これが音楽なんだもん。これなんかあの、よし行くぞのノリで流れた音楽の余韻が残ってるだけかと思ってた。
これが本格的な音楽だからね。作ってやれよ、海のテーマ。作ってやれ。てててて。クレセントマーチ来るぞ。また地震じゃ。大変だな、そんな地震が来てるんだったら。なんだ、何ら対抗策を講じてね。あの地震、どっか用意された避難施設に行くのかと思ってたら孫ついてただけじゃん。何やってんだお前。ダダダズゲーで出てくれね。お前何回も来てるんだったら対策講じる。怖いよ。大丈夫大丈夫、家全然崩れてないじゃん。そんな頻繁に鍵がかかっている。私を入れてくれ。鍵閉めた早てか、むしろ開けとけよ。鍵がかかっている。お前どうして家の中入る。鍵開けろよ。なんで家の中引きこもってんだよ。外出なさい、地震なんだったら。船が沈む。渦潮に。飲み込まれてしまった。この島にはよく地震が起きるんじゃ。その時決まって渦が現れる。この城の船も渦に飲み込まれたのか。ファファファ、アンラッキーじゃったの。惜しかったな、先に地震。もう少しこの町の人口を減らしてくれればよかったのに。特にあの玄関前にいるじいさんとかな。そうすらこの町の食費も浮くだろう。あ、何これ、何もしなくても作物は育つ。今年も豊作です。この土の地のめ、この島の土の恵みのおかげです。何やそれ。みんな金持ってそうだな。炎の弓や氷の弓や雷の弓や銀の盾ごと。状況に応じて使い分けろってか。小賢しいな。ドゥン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 。チッコン、今年になってんじゃん、うん、お、調子に乗ってる。自信をつけてやがる。めちゃくちゃ調子に乗ってるじゃん。いいぞ、調子に乗れ。もっと調子に乗るんだ。もっと怒れ。自分を勘違いしろ。そうやって前に進んでいくんだ。ドゥ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 。くだ。ドゥドゥドゥ。大体魔法って売るもんなのか。え？売るものなのか魔法って。そこが知りたいわ。うまい、ワインがうまい。俺が捕まえてやる。諦めるか。なん、まだまだ頑張って。バッツ頑張って。バッツ何、無個性になってんじゃん。独特の応援の仕方しろよ。あ、いた。心眼で捕まえた。こいつは黒チョコもね。
瞬見えた。あーもう日が変わっちゃうよ。しかし紫のやつ多いな、このメンバーには。クリスタルのかけら、カルナックが爆発した時に飛ばされてきたやつ。よう覚えてるなお前そんなの。確かに2個どっか飛んでったけど、こんなもん飲み込んでたから飛べなかったんだ。かけらに眠る勇者の心、勇士人カリュード。銀勇士人か、引っかかった。今シンスケに引っかかった銀勇士人が。すぐ引っかかるこういうのは俺に。でもまだもう今日魔術使いにしたからもうコストが、今日はもう無理だ。今日また変える気にはなれない。もうまたしばらくも変えないよ俺は。もうしばらく変えませんジョブは。消耗するわジョブちゃんは。どこ行くんじゃ。広いなこの世界、こんな広かったっけ。ダメージはここで、いやちょうどついたんだけど俺死んでたんか。死んでたのにあんなに生き生きと。ちょっと待ってやお前、やめるとこじゃ今から。三日月島で火力船が沈んで、すまんシド、すまん、せっかく作ってもらったのに。すまんな。そうじゃったか。大丈夫、火力船をまた作るよ。やら軽く言うなお前、火力だけに。体が宙に浮いていたって怪しいなそれは。でも入れないんじゃぞ。そう、そういう時が決まってるな、このゲームはどうやっていくかどうか。でも行くしかない。でってれでてってでってでてでて。最高かよこいつら本当に。想像、俺の想像を超えない、いい意味で。いやーよくやったわ今日は、魔獣使いだ。見ろこれ、防御弱いな、防御弱いからちょっとしようか。見てくれ電撃無知だぞ花さん。俺も電撃無知。